か。すごくいい時に来ちゃったみたいだね。それでは指輪の交換と誓いのキスを。エアリー、アレネ、創造の女神エイドスの皆において、今ここに二人が夫婦となったことを称する。なんだかジーンときちゃうわね。うん、わかるよ。アガット、何新郎新婦にガン飛ばしてんのよ。いや、お前らこそよく平気であんなこっぱずかしいもん見てられんな。そう？いい光景だと思うけど。ここに来たのも何かの縁だ。俺たちからも祝福してあげるとしよう。一番盛り上がる場面ですからね。皆さん気合が入ってるわね。まあ一応私も参加しときますか。これでも裏若い乙女の一人だもんね。真後ろに投げるのって結構難しいのよ。それじゃあ皆さん外れても怒らないでね。状況ですが、いかなる苦難にも負けずに幸せな家庭を築いてください。それが出席された人々への何よりの恩返しですよ。あ、はい。
してきて。まだ負けられないんだ。こんにちは、メーベル市長。お久しぶりです本当に相変わらずお忙しそうですわね。そういう市長さんも大変だったみたいじゃない。ルグランジーさんから聞いたわよ。こちらにも市民が押しかけてきたそうですね。ええ、夜半まで説得を続けてやっと帰っていただきましたのよ。それで市民の不安が払拭できたわけではありません。この状況が長く続けばまた騒ぎが起こる恐れもありますわ。確かにそうですね。結局のところまだ何も解決してはいないわけですから。でもとにかく自分たちにできることをやるだけよ。下を向いて悩んでてもオーグメントが動くわけじゃないし。ああ、こいつの言う通りだぜ。たとえ結果がどうなろうと遊撃士の本分を尽くすだけさ私も同感ですわ。状況のいかんにかかわらず死を守るのが市長の務め。もちろん最後には皆さんが解決してくださると信じていますわ。それは責任重大ね。励ましの言葉と思って受け取っておきます。
先に進もう。Thank you.
お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。